はい、メイ君です。今日は前回の動画のリベンジです。前回ね、ニューブルクリンクサーキット24時間コースを GT3 マシンで3ラップで走ったんですけど、見事にぶっちりのビルでした。なんで今回はそれをリベンジしていきたいと思います。まあね、リベンジの方法はね、ゲームですから簡単ですよね。 AI の性能落としゃいいんですよ。ただそれだと面白くないんで、まあ、今回はAI のレベルは変えないで別なことしました。はい、これね、車見ても正直気がつかないっちゃ気がつかないと思うんですけど、これ実は GT3 車両じゃないんですよね。やべ、またぶつけた。これね、GTE ってやつなんですよね。で、多分クラスがちょっと違うのかなと、改造範囲が違うのか、こっちの方がね、ストレートちょっと速いんですよね。何回か他のゲームでも乗ってみて思ったんですけど。なんで、まあ、アルファクターでこれ GTE ってまだちょっと乗ったことなかったんですけど、多分これの方が他のこの AI が乗ってる GT3 より速いかなと思って、こいつで今回リベンジしていきたいと思います。まあね、これもね、本来のレースだったらありえないですよね。GT 車両に別クラスの車両が1台いるなんて、そんなの車両規定違反で、即終了ですが、まあ、ゲームなんで、はい、誰も文句言わなければわからない。うわー、ちょっとでね、こいつらね、まあ、AI の強さってよりね、あっちは上げちゃってるんですよ。なんていうんですかね、 AI のずる賢さみたいなやつ、あれをね、10ぐらいデフォルトの設定から上げちゃったら、こいつはね、E に入っても絶対引かないマンになっちゃったんですよね。あと平気で遅い車には後ろからプッシュしてくるんで、まあ、バンパープッシュされてスピンして終了っていうね。まあ、実はね、この動画撮る前にね、3回ぐらいやり直してるんですよね。はい、なんで本当はね、サクッとね、3ラップやってね、今日のスーパー GT のね、富士見たかったんですけど、もう録画で見ます。もう頭きたんで、もう3周完走するまでやっちゃうと思ってやってるんですけど、ずっと完走できる気がしない。でね、これね、フェラーリの GTE とね、 GT3 ね、外見はね、まあ、リバリーがちょっと違うんで、外見から見れば違うんですよ。内装を見た時にね、何も変わんないですよね。正直、嘘ついて GT3 だって言って乗ってりゃね、バレないんじゃないかな。なんで俺が行きたかった、いいこいつが行くんだっつうの。どこが違うかっていうとね、右と左にね、ドライバーがね、ひょーんとすっぽ抜けないように防止するね、ネットがついてるんですけど、そのネットの固定する金具、赤い金具が多分 GT3 と GTE だとちょっと違うんですよね。そのぐらいしか内装の違いは分かんないかな、見てね。メーカーの金具もこれは一緒だし、その後方モニターも同じなんで、一応見分けはつかないですね。一応これアルファクターの説明だと、エボモデル、GT3 はエボモデルで、こちらただの GT3 車両になってるはずなんですけど、まあ、セットペンサコンペティオーネの488のエボモデルと比べると、ちょっと内装違うような気もしますね。はい、でね、こっちの方がね、あと他にも乗りやすい面があるんですよね。ストレートもまあ速いし、シフトダウンが、こいつの方がやりやすいんですよね。前回乗った GT3 車両は、アクセルを完全にオフにしないと、ダウンシフトできないんですよ。こいつは、何かの都合で、
ょっとアクセルペダル踏みっぱなしでもうっかりちょっと足かけててもシフトダウンできるんで、でそこが扱いやすいかな。あっちはね、あのシフト結構弾かれるんで、あれあれって言ってる間に減速不足で、あの前に追突するっていうので、あとは加速しなかったりとかね、よくあるんですけど、こっちはあの普通に他のシグレースゲームと同じような、ダウンシフトができるんで、まあ、あの走ってて違和感はなさそうかなというところですね、はい、いや、シグに2台しかまだ2台しかいないですね。もうゲームなんだからスカッと勝たせてくれよって感じですよね。まあ、本来のレースっていうのはこういうもんなんですけどね、あんまりあんまりっていうかレースなんか出たことはないですけど、走行会タイムアタックの走行会ぐらいですかね。それもスクーバーとか富士とかでね、まあ、ほぼほぼピンで走ってるようなことしかやってないですね。だってね、この混乱やっちゃってね、他の車両にもしやっちまおうものならね、弁償しなきゃいけない。まあ自己責任じゃ自己責任なんですけど、自分から当たりに行っちゃったらさすがにね、あの多少やっぱり見てあげなきゃいけないかなと思いますけど、ただ全部自費ですからね。サーキットでも聞く保険ってあるらしいんですけど、めちゃくちゃ高そうですよね。なんかその日だけに行く前に入れるとかって聞いたことあるんですけど、そんな掛け金払う人ってスーパーカーでも乗ってる人じゃないと、まあ無理なのかな。通常は泣き寝入りですよね。ブレークもね、あの友達とかがね、富士でガードレールに当たっちゃって1枚何十万って弁償させられてましたけどね、まあ、なかなか大変ですよね。あとね、撤去がね、レースカーってね、ちゃんと潰したりとか引っ張ったりとかするとこついてるんですけど、あのマイカーね、変なところに入れちゃうとね、あのフォークリフト横から刺されてね、あのフロアの下めちゃくちゃ曲がっちゃうっていうとんでもない撤去の仕方をされるんで、まあ、なるべくね、コースアウトとかサーキットの器具を傷つけたりはしたくないですね。あのね、ガードレールも壊したままにしておけないんで、 100% 現状復帰を求められるんで相当お金かかるんで、皆さん走りに行くことがあれば気をつけましょうってお前もなって感じですけどね、まあ、それを考えるとね、このシムはいいですよね。仮に今ここで外側のガードレールをやっちまったとしても、エスケープキーを押せばすぐ現状復帰ですからね。なんていいんでしょうね。もうちょっと早く出会いたかったですけど、まあでもメイ君、そのコロナに入ってちょっと3年前に出会って、まあここまで進化させてきましたけど、それより前から始めるとここまでの性能はなかったんでしょうね。メイ君のやり始めってグラボは2080 2000番台からでしたから、 2080Ti かな、あれでやったんですけど、あれだとやっぱりちょっと性能不足でしたよね。マックス設定のアセットコンサコンペツフォームとかとんでもない FPS になっちゃってましたから、って言ってる間にスリップつかれて買わされちゃいましたね。いや、ドベになる。まあ、そう考えたら、メイ君がやり始めた頃は3000番台、3090発売直前ぐらい、2080Ti が終売ぐらいの頃からだったから、まあ、ちょうど良かったですよね。まあ、あの2080から3090に切り替えた時のもうあの性能の凄まじさったらなかったですよね。おい、いや、だいぶぶつかったな。車よく走ってんの。ハイレーシングだったらブラックフラッグか、もしくはタイヤが曲がってリスタートってやつですね。こういう設定になってないのかな。まああの
3000番台でずっと3090でずっとプレイして、まあ、3090Ti なんてのも買ってみましたけど、まあ、それがね今じゃね4000番台4090ですからね、めちゃくちゃいいですよねこれね。まあソフトの方もだいぶ綺麗になっちゃったんで、最近またちょっと FPS が落ち気味ですけど、うんうん、まあ、グラボの性能が上がると、まあ、それに比例してねあのゲームの性能もどんどん良くなっちゃうっていうね、もうイタチノットですよね。4000番台で物足りなくなったらもう次行くしかないってやつですね。いやいや、この前のコルベット後ろのタイヤめっちゃはみ出てるんですけど、ビッグモーターさんの車検ですかねこれね。レースカーははみたいありなんでしたっけ。これはどう考えてもあのインチキじゃない、はみ出てますね。あれですかね、あのタイヤのブロックさえ隠れりゃいいってやつですかね。よく私も昔言い訳で使いましたけどね、あの引っ張りタイヤってやつですね。うわー、また並ばれてる。ここ苦手なんですよね、ここで来られちゃう。いや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 、マジかよ。そんなもん。いや、また微率。いや、もう、いや、あ、危ね。あ、やべえ、またビリになった。GTE で走ってもビリ。やばい、救いようがないぞ、これは。めっちゃ速いんですけど、こいつら。上手な人がやればね、余裕なんでしょうけどね。メイ君、そんなに上手じゃないんで、これはやばいっすね。ゲームなら今のところで頭ねじ込めるんですけどね、このゲームねじ込めないですね。でもストレートは昨日とは違って引き離されないですね。わずかにこっちの方が速いかな。ただ違いはわずかですね。でも油断してるとすぐ食われちゃう。というか GT3 と GTE って何が違うんですかね。扱ってるレース団体が違うだけ、もしかして実際スピードって一緒なんですかね。もうちょっと速く感じるのは錯覚。よし、ここで、ああ、まあダメだ、入れない。絶対引かないマンだこいつら。相当車ぶつけてますね、ボッコボッコ。みんな後でピット帰ったら殺されますね。契約金チャラになっちゃう。もう一台。ああ危ない危ない、危なくない、もうダメだ。いや、また無理したら負け。よく走ってんなこの車。走るのも難しいんですけど、このアースファクター2なかなかに手ごわい。すごくハンドリングはすごくいい。いや、もう乗ってる感じがすごいするんですけど、ただクロート好みすぎる。あと相手がE に入っても絶対引かない、抜けない。やばいっすねこれ。気持ちストレートが伸びなくなってきたのは、これはぶつけすぎて壊れてきたんですかね。なんかこれ抜けないんじゃないですか、これじゃ。なんかエンジン
ージングローとかってあるんですかね。なんかさっきより遅くなったような気が。でもまだ周りにいるからなんとか頑張りたい。じゃあ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 、よし、全然海に飛び込ませてくれないもんな。リプレイ見たら車ボコボコなんだろうな。どこで抜いたらいいのか。ギャラリーコーナーで行けるか。こんなとこ行けるわけねえな。いやー、あったあったあった。あ、いますよ、いますよ。かわした、無理くり一足までぶち込んじゃったけど、普通ならあれで壊れますね。あの、この辺りってプレステのあのグランツーリスモでやると路面が、なんか本来の路面ってここ俵型になってるってよく言いますよね。だからその外側に行っちゃうとアウトやインに巻き込んだり、あのアウト逃げたりとか、そういうなんか挙動を示すんですけど、他の、シムレース、特に PC のシムレースでゆるゆるクリンク走って、そういう挙動を示すことってないですよね。だからグランツーリスモって本当よくできてるんだろうなって思います。あの、実際のコース走ってない、走ったことないから、本当のコースがすごい降ってるのかどうかも、まあ、正直わかんないんですけど、でも確か前にね、なんかのインタビューでそんなこと言ってた人がいたんですよね。でそうやって言われると、確かにグランツーリスモ7であの辺り走ると、こう路面が俵型になってるんですよね。でも PC でやってると俵型をあんまりこうステアリングから伝わってこないですよね。そう考えると、やっぱあのゲームはねすごいんだなって思いますね。ただ3画面でできれば最高、なんだったら Steam で売ってくれっていう感じですね。まあただプレステの専売品だから無理なんでしょうけどね。あの、もう一つね、Xbox のね、フォルサホライゾンじゃなくてな、フォルサモータースポーツ、何でしたっけ、あれはね、Steam で PC でもできますからね。そう考えるとね、グランツーリスモもぜひできるようになってほしいなぁと思うんですけど、そうはトミヤが下ろさないんでしょうね。クリコースで何台か食わないと食えるかな。もう3周目、あ、またやっちゃった。あ、やばいやばいやばい、ビリになるビリになる。あ、またビリでやり直し、それいく。いや、オーバーラン、うにゃうにゃ、よし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 、なんとかビリだけは避けなければ。毎回リベンジ動画を撮る話になってしまう。よしよし、もう一台。さすがに3周目だから他の車もちょっと疲れてきてるかな。よし、ただ当ては多いっすね。こんなの何十周回っても全部さばきくいる自信ないですね。よいし
いやこのゲーム終わったら絶対オートモビリスタ2でニュール走ろう。あれの方が抜く爽快感が味わえる。これだとストレスばっかり溜まってしまう。でも白熱したバトルは絶対にこれですね。この緊張感はなかなか実写とはまた違う緊張感かな。結構でもみんなつかず離れずなんで、何かのきっかけがあればメイ君でも前に行けそうですけど、こいつらが絶対引かないマンだからな。多分ねストレートちょっと5キロか10キロぐらいこっちの方が速いはずなんですけどね。危ない、外行っちゃうところだった。よしよしよし、ビリは見えなくなったぞ。とりあえずあと 1,2 台ぐらいはパスしたい。ここでね、ごめん、デッドボール2本だよ。よし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 、1台かわしました。もうあんなにぶつけてかわしていいのかって感じですけどね。でもゲームだから勘弁しようよ。次はベントレーさん。いやこれやっぱインテルでやると処理落ちするな。もうちょっと画質を下げないとダメかな。あと OBS を一緒に動かしてるから、まあ、そっちでちょっとパワーダウンしちゃうのかな、まあ秋ぐらいにはラプターレイクリフレッシュなんて出るらしいですけど、またうっかり騙されて買わないように気をつけないと。メイクのね今 13900KS ですからね、最大クロックは 14900K と変わらないはずなんですよね、6GB でね。まあでも KS よりぐどまりが良くて当たり答えが引けたならなんて、また悪いこと考えちゃいますけどね。よしよしよし、入れない、もう絶対入れない。こいつら横に並んだ時の頑張りは異常すぎる。まああんなとこで実車じゃいかないんだろうけどね。でもここもね気をつけないとあんまり早くアクセル踏むと腰に出るんですよね。ちょっとゆねってんのかな。いやいや、もうあと半周ぐらいですね。でもいやまあブレーキが間に合わなくなってきた。こんなもん24時間走るプロドライバーって本当すごいですよね。まあ一人で走るわけじゃないですけど、自分のスピードを任されてそれで事故らないで帰ってこなきゃいけないっていうそのプレッシャー半端ないですよね。シミュレースゲームとかでもね、何人かでこう耐久レースとかってやってる方がいますけどね、半端ないプレッシャーでしょうね。自分のスピードでぶつけちゃって終了になっちゃったら本当一緒に走ってくれてる人に申し訳が立たないですもんね。ちょっと恐ろしいプレッシャーだな、それは。よくね、車ではね、ドライバーチェンジじゃなくて自分の車でチェンジなんていう耐久レース、ヒットでやってましたけどね。でまあコロナ前ですけど、あれ面白いですよね、なかなかね。ピットインすると今度自分の車で次走っていくっていうね、あれがなかなか面白かったですけど、ポルシェのチームがやったら早かったですよね。まあメイ君のもね、参謀も1000馬力仕様なんで、富士のストレートだけだったら GT3 より速いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、コーナーの速度が違いすぎるので全然ですよね。まあ、でも富士で大
いたい1分48秒ぐらいで走れますから、だいたい同じぐらいのかな。ただもう速いところがスケートに限るなんて、スケートで320キロぐらい出るんですかね。本当いつも ここでブレーキ壊れるか止まんなかったらどうしましょうって思ってますけど、まあ、別な緊張感ですよね。ああ全然ダメだな、アウトから並んじゃっちゃ似てるわけがない。後ろから迫ってきたな。しかしこのコース楽しいですけど、どこも気が収まらない、気が休まらないですね。これまだね、昼間だから走れますけど、夜にヘッドライトだけ頼ってなんて絶対無理ですよね。もう次あれ右だっけ左だっけって完全に覚えてないと。一足まで落としちゃった。これ後ろに張り付かれてるからまたスリップで抜かれちゃうかも。あ、こんなところで並ぶ。スリップについてない。あ、シフトアップが遅れた。やばい。あ、でも後ろはスリップに入ってこないですね。というかやっぱりこの車両 GT3 も GT2 も変わんないのかな。スリップに入りきれないですね。どんどん離されて、いや後ろがやばい、来た。やばい、並ばれる。よし、慎重によし、なんとかビリは逃れたぞ。はい、ゴールです。いや難しいですね、このゲームね。まあ、定期的にやっていつかもうちょっとスマートに抜けるようになりたいと思います。はい、いやまあ、とりあえずリベンジということでいいでしょうかね。はい、後ろに2台ぐらいしかいないですかね。はい、やばいっすねこれね、このゲームね。まあでもすごく楽しいですね。あ、2台ね、後ろに今2台かな。ビリーに後ろ3台いたんですかね。よかった。いやよかった。まあこんなもんでしょうね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。なんとかリベンジは果たせたと思います。はい、じゃあこれ終わったらね、この動画終わったらオートモビリスタ2でブルブルクリニック走っていこうと思います。街をちょっと抜いて抜きまくって、ちょっとストレスを発散していきたいと思います。それじゃあ Rfactor2 のニュルブルクリニックリベンジはここまでです。それじゃあご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。